はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回ご紹介するフィギュアはこちらです。グッドスマイルカンパニーから発売されました、冴えないヒロインの育て方フィーネより加藤めぐみレーシングバージョンでございます。はい、今回は加藤のちょっとエロいフィギュアでございます。こちらスケールは7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの 13,500円となっておりますが、こちらはねグッスマオンラインの限定販売となっておりまして、割引なしの定価販売となっていたのですが、なんと今こちらアマゾンですと2万円を超えてます。いやーびっくりです。あの最下のはねアニメももうだいぶ前にね終わっていますし、で加藤のねエロいフィギュアなら他にもねいろいろとあるじゃないですか。なのでそんなにねなんでお高くなっているのかと、まだこれは出たばっかりだし、だからまあ何かねこのフィギュアにそのお高くなる秘密があるんじゃないのかと思うので、まあそこら辺をねじっくりとこれから検証していきたいと思います。外箱はこんな感じですね。可愛いデザインでコンパクトにまとまってます。ではね開けていきましょう。これが説明書ですね。こんな感じになってます。でこれがブリスターの状態です。こんな感じでね入ってますね。はい、ではねこれも開けていきましょう。これが台座ですね。結構カラフルですね。で、サイカのカラーっていう感じで、で、サイカのフィーネレーシング WithRFC ってプリントされています。ではね、本体の方も見ていきましょう。よいしょ。まあ、これスケール7分の1なので、まあ、そんなに大きくはないですね。うん、まあ、普通の7分の1スケールっていう感じ、大きさはね。ああ、いい感じですね。いや、なんか笑っちゃうんだけど、いや、いい感じですよね。で、付属でね、帽子、白い帽子ね、例の加藤の白い帽子がついているんですけど、それは取り付けてないですね。まあ、あの帽子が取り外しできるっていうことなので、帽子がついてない加藤なんですけれども、まあ意外とね、まあ淡白というか、まあシンプルというか、まあ普通の加藤って感じ。この衣装もレースクイーン仕様に、まあ、アレンジされているんですけれども、まあ普通というかかなりね、まあ竹詰めすぎだろっていう感じの、まあセーラー服っていう感じになってますよね。で、顔がこんな感じですけど、わかりますかね。どうなんだろう顔的には。どうなんだろう結構ね、小顔ですね。頭ちっちゃいかな。7分の1にしては、こんなもんかな。で、顔がね、まあかなり、まあ、美咲先生のまたイラストに近いんだと思うんですけども、うん。どうだろう顔は。微妙な感じはするかな個人的には。うん。で、セーラー服じゃん。まあ、レースクイーンの、なんかこれがね、僕的にはね、ちょっとこう、またこれ言うとね、怒られるんですけど、ちょっと、お水の。ていうか、なんかまあ、コスプレですよね。もう、ほんとコスプレですよね。うん。いや、素晴らしいですね。チラッと。すいません。毎回ね、これやらせていただいてるんですけど、すいません。で、ちょっとこれね、今ね、ビニールがね、保護ビニールが、ここついてるんで、まあ、これ意外にね、この YouTube の AI もごまかせてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、白です。ただこれね、まあ、レースクイーンなんで、今回はレースクイーン仕様なので、まあ、見せパンっていうことですね、あれ。見せてもいいパンツになってると思いますね。はい。で、なぜかね、まあ、ここになんでここにビニールが入ってるのっていうのは、僕の開封動画をね、見ている方ならご存知だと思いますけれども、これはですね、まあ、グッスマさん、これ今回このフィギュアを作ってるのはグッスマさんなんですけども、グッスマさんのフィギュアはですね、大体この上半身と下半身がまあ分かれるんですよ。分離するんですよ。まあそれはなぜなのか、その理由はですね、未だに解明されていないんですけれども、で、そうなるとですね、なぜかですね、まあ、大事なところががっつりと見えると、そういう感じになってるわけですね。
なので、まあ、まあ、せっかくなので、まあ、せっかくなのでっていうかね、このビニールは、ちょっとこれはね、撮らないと僕も撮影できないので、すいません、これは仕方ないんです。仕方ないんですが、これからですね、このビニールを、撮って外していきたいと思います。はい。ではね、この首にもついてるけど、まあ、これは後でいいか。これはどうでもいいですね。まず先にですね、この、お尻のところに挟まってるね、このビニールを外していきたいと思います。ではですね、これ壊さないように、多分ね、腰のあたりで分割できると思うんですよ。なので、これをこんな感じでグリグリと、あ意外とね、簡単に外れましたね。で、こうなって、まあ、上半身はどうでもいいですね。はい。で、下半身がこうなっているので、多分このビニールを外すためにはですね、このスカートをですね、取らないといけないと思うので、このスカートをですね、外していきたいと思います。ではね、外しますよ。いいですか？いきますよ。いやーいやー、ちょっと待って、ビニールも取らないとね、これね、ビニールを。ぽーいいやー、これ普通のぽーじゃねえかよ店ぽーじゃねえよ、これ普通のぽーじゃねえの、どうなの、違うので、これをですね、戻してと。そっか、あれですね、まあ多分、この加藤のフィギュアがお高くなってる理由は、まあそこら辺なんでしょうね。うん。本体以外の付属品は台座と帽子とパラソルになります。ではね、説明書を見ながら組み立てていきましょう。まず加藤本体を台座に取り付けます。で、加藤の足裏にこのように穴が開いていますので、で、それをこの台座の支柱に差し込みます。ギュギュッと。はい、ここもね、簡単にはまりました。で、次にこの白い帽子を取り付けます。で、これはこのように磁石が入っているので簡単にくっつきます。結構この帽子がね、軽いので、こんな感じでね、強めにひっつく感じですね。まあこれあまりやるとね、塗装剥げの原因になるので気をつけましょう。で、次にこのパラソルを持たせます。これはですね、この向きで加藤の手の中をスライドさせるような感じだから、こんな感じでこの加藤の手の中ににぎにぎさせると、まあこんな感じでね、握らせます。はい、そして加藤めぐみのレーシングクイーンの姿がこちらです。なんかねやっぱり変にエロいんだよな、この加藤は。なんかドンキとかでコスプレ衣装買ってきて、で、彼氏の前でお披露目してるみたいな。なんかね、生々しいんですよ。すいません。まあ、あんまりね、そんなことを言ってるとまた怒られるので、さっさとね、細かいところを見ていきましょう。まず頭には帽子をかぶってます。おなじみの加藤の白い帽子なんですが、台座と同じ3色のカラーがプリントされているのと、青いリボンがついてます。で、その帽子を取ると髪の毛が見えるのですが、おなじみ加藤のボブカット、色は濃いめのブラウンでマットな感じですね。光沢感はないです。ちょっとこうのっぺりしてる感じかな。例の紫色のグラデーションもあるにはあるんだけど、ほとんどわからないレベルですね。そしてお顔、小顔です。7分の1スケールにしては小さいかな。どうですかね、これ角度によるのかな。デコマスなんかに比べるとなんかね、いまいち感ありますかね。そしてレースクイーンの衣装、もうこれね、ほぼ学校の制服ですけどね。でもね、なかなかこれおへそが見えていたりとか、まあこれもうね、校則違反レベルなんですが、でもね、男子は大喜びですよね。で、この胸元の襟のところに台座と同じデザインのプリントですかね。で、これはね、背中の方にも、こっちはブレッシングソフトウェアのロゴですね。で、腕にもですね、このようにプリントされています。まあ、ここら辺がなんかレースクイーンっぽいですかね。で、袖なんかもアクティブな感じで短くなってます。こういう雰囲気いいですね。
で胸元にリボンがあるんですけど、ここをさりげなく両腕で胸を寄せているんですよ。いわゆるダッチューのポーズですね。今の若い人はパイレーツ知らないっすよね。昔ね、こういうポーズをしてダッチューのって言ってたグラビアアイドルがいたんですよ。詳しくはググってくださいね。で、このスカートのクオリティが高いです。なんだろう、ここにめちゃくちゃ力を入れてるような、そんな感じもするんですけど、しっかりとプリーツの折り目が入っていて、で、その隙間から例のね、3色のデザインがちら見えしたり、あとピンクのベルトをつけてますね。で、これもね、加藤のイメージカラーのピンクです。そして足です。紺色のブーツと、その中にはね、濃いめのブラウンのニーソーを履いています。ここもね、なかなか素晴らしいですね。特にやはりこのニーソですね。このニーソを履いていることによって、よりね、エロっぽさが増しているような。で、このブーツはね、かっこいいです。かなり濃いめのブルーで、エナメルの質感かな。生地の厚みなんかも、このね、シワの造形でしっかりと表現されています。ここはかっこいいですね。うん、まあ、あとはね、エロいんですけれども。はい、ということで、すいません。僕のですね、レビューは、実にね、正直なので、自分の心にね、なので、お聞き苦しかったら大変申し訳ないです。でもね、責任はこのフィギュアを作った人たちのせいですから、こんなエチエチの、いやいやいや、こんな可愛いフィギュアを作った人が、まあ、悪いわけですから。大変ね、美味しゅういただきました。でですね、こちらのフィギュア、スカートを外した状態、いわゆるキャストオフの状態でも違和感なく飾れるということなので、すいません。そちらの動画は今回も裏チャンネルのトイガンオルタの方で公開しております。加藤の下半身がスースーしております。いやー、でも素晴らしいですね。一粒で二度美味しいフィギュア。まさにお値段以上グッズマです。ありがとうございました。で、裏チャンネルのトイカンオルタのリンクなどは下の説明欄に記載しておきますので、そちらから飛んでいってください。あと、できたらね、チャンネル登録もお願いいたします。ではでは、フィギュア大好きトイカンでした。またねー。